どうも、幻影旅団の一人、まんちゃんです。すっかり寒くなってきた今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は、電気ばっかり食って仕方がないけど、昨年の冬に買ってしまったオイルヒーターを、納屋から出して使い始めました。ハロウィンが終わったかと思ったら、すぐクリスマス。リア充のイベント真っ盛りですね。というわけで、いい感じに気持ちがブルーになってきたところで、皆様待望の、この作画崩壊がすごい。アニメを紹介していこうかと思います。はい、一つ目に紹介するのは、現在絶賛放送中の、俺が好きなのは妹だけど妹じゃない。通称、イモイモ、になります。蛭子清先生による原作のライトノベルは、富士見ファンタジア文庫より2016年から刊行されています。そして、待望のアニメは、2018年、秋アニメとして放送されており、制作は、ナズとマギアドラグリエの共同制作になります。どちらも、比較的最近できたアニメ制作会社のようですね。ちょっとだけあらすじを紹介します。これといって取り柄はないが、ライトノベル作家を目指し、新人賞に作品を送ったりしている普通の男子高校生、永見優。妹の鈴鹿が気まぐれで送った作品が大賞を受賞してしまい、作家デビューが決まったのだが、厳格な父の許しを得られないだろうと、兄の優が、とわの誓いとして作家になるのだが、という物語です。とにかくお兄ちゃん大好きな妹と、妹からの好意に、無自覚な兄の二人が織りなす、盗作ラブコメディです。左の公式絵を見てみますと、小柄で可愛い妹じゃないですか。こんな子に愛されているなんて羨ましいですね。アニメでは、この兄弟が逆境夫婦と戯れるシーンが見れるのでしょうか。そう思っていた時期が、私にもありました。とにかく全編通して、作画が崩れているのですが、特に象徴的なシーンとして、2話のとあるシーンを紹介します。お分かりいただけただろうか。妹が大谷翔平ばりの携帯のように見えるのである。先ほどの公式絵では、小柄に見えた妹なのですが、成長期とは恐ろしいものですね。ここで一応、公式プロフィールから身長を確認してみます。兄の優が171センチ。妹の鈴鹿は152センチとなっています。やはり急に成長してしまったのでしょうか。棒線で比較してみましたが、どう見ても妹の方が大きく見えますね。現実か？現実なのか？ここで、唐突なのですが、一つ試していただきたいです。今表示されている二つの青い棒ですが、一体、どちらの方が長いと思いますか？直感でお答えください。そう、実は、どちらも同じ長さなのです。目の錯覚を使った有名な問題でしたね。ここで、改めて、先ほどのシーンをご覧いただきましょう。一見、妹の方が大きく見えるこのシーンですが、実は同じ長さ。なわけありませんね。失礼いたしました。だいたい同じ長さだとしても、身長差が縮まらないのでおかしいですしね。とにかく、イモイモの作画崩壊の象徴的なシーンでした。お次は、作画崩壊というのか、何なのかわからないシーンですが紹介します。兄の肩を思い、枕に頭をうずめ、足をパタパタとさせています。可愛らしいシーンですが、この後鈴鹿は、突如異能の力を発揮するのでした。むくりと起き上がり、ポコポコと枕を殴り始める鈴鹿。すると、次の瞬間、枕がサメになってしまいました。出会って5秒でバトルもびっくりの異能力です。このシーンは本当に笑わせてもらいました。なぜ巨大なサメに？原作ではこの辺り言及されているのですかね。作画崩壊というか設定崩壊というか、とにかくとんでもないです。その他には、スマホ視聴者を意識してか、急に、作画が縦になったりします。妙に作画も良くて、私は画期的だと思いました。ただ、テレビで見てる方は、顔を90度傾けないといけないというね。アニメの作画の質を語る上で、避けては通れないのが、キャベツセコガになります。ここまで散々言ってきましたが、
いもいもでは、ご覧の通り、キャベツ作画に関しては、かなり気合が入っており、余裕の合格点ですね。ただ、作画力をキャベツに全振りしてしまったため、本編でのその他のシーンの作画が追いつかなくなってしまったようです。そして、回を重ねるごとに作画崩壊シーンが増えていき、なんと、7話が放送延期となってしまいました。まあ、どう見ても放送できるギリギリのクオリティでしたから仕方ないですね。一人で見るよりは、ニコニコ動画とかでコメント付きで見ると、割と楽しく見れる作品なので、ぜひ皆さんもご視聴ください。お次に紹介するのが、ダイナミック動向法違反アニメ、ダイナミック行動ことダイナミックコードになります。説明は大幅に端折りますが、女性向け恋愛アドベンチャーゲームが原作で、2017年秋アニメとして放送されていました。制作はスタジオピエロなのですね。老舗のアニメ制作会社のイメージなのですが、作画崩壊してしまうこともあるんですね。簡単にあらすじを紹介します。ダイナミックコードというレコード会社に所属する4つの人気バンドが、それぞれ様々な出会いや別れを経て、なんやかんや最高のステージに向けて歩んでいく軌跡を描いた軌跡のような物語です。はい、本作の作画崩壊シーンは、バンドメンバーで合宿をするため、車で目的地に向かう最中に発生しました。ご覧の通り、シートベルトが天井から生えています。私は車に疎いので、このように、シートベルトが天井から生えてくる車種があるのかわからないので、実は、こういう車種があるんだよと知っている方いたらコメントください。ちなみに、後部座席では、このように天井から伸ばすタイプのシートベルトありますよね。そして、作画崩壊はこれにとどまらず、アクセル全開で、問題のシーンに突っ込んでしまうのです。ドドン、なぜか事故が多発するという、怖いジロです。このシーンを見て、違和感を持たない免許保有者の方がいたら、ペーパードライバー教習を受けましょう。優先を意味する道路の中心線が、それぞれ伸びてきているため、それぞれの方向から、全員がアクセル全開で進入してきてしまうのですね。そのため、このホワイジロでは、事故が絶えないのです。ここで私が、このホワイジロで、不幸にも事故に遭ってしまう人が増えないよう、修正を加えました。はい、一時停止を促すための隣の路面ペイントを設け、それぞれの方向から伸びていた優先道路を意味する中央線を削りました。これで、少しでも事故が減ってくれると幸いです。自分だけは大丈夫だと思わず、常に安全運転を心がけ、安全第一で運転しましょうね。何の動画でしたっけこれ。突然ですが問題です。これは、ダイナミック行動のとあるシーンですが、おかしいところがあります。皆さんお分かりになりますか？少しお考えください。そうです。車道に、点字ブロックと街路樹があるんですね。車道に街路樹という言葉がもう矛盾してますけど、実際に描かれているので、しょうがないのです。普通に描かれている人間のサイズもおかしいような気もしますが、車道の点字ブロックよりは違和感はないでしょう。その他には、突如世界名作劇場の時代から転生してきたのではないかという、時代感にそぐわない異世界ドクターが登場したりと、ダイナミック行動は、何かと突っ込みどころの多い作品となっていますので、皆さん時間に余裕のある時にでも見てみてください。最後にご紹介するのは、迷い猫オーバーランやパパの言うことを聞きなさい、などで有名な、松智弘先生と、ギャラデザニ監督さんという、最強の布陣で挑んだ、メルヘンメド編になります。制作はフッツエンタテインメント。私の好きな、謎の彼女 X とかも手掛けている制作会社でした。そして、2018年冬アニメとして放送されていましたが、何度10話打ち切りという、紹介の時点で、やばいアニメの匂いがしますね。ごくごく簡単にあらすじを紹介します。友達がいなく、家族ともうまくいかずに、物語の世界に逃避する日々を送っている鍵村葉月が、魔法の本に選ばれたメド編として、魔法学園に迷い込んで、というお話です。辛い時や苦しい状況では、空想、妄想にふけって現実逃避しているのですが、それでもきつい時は、本を読んで、
物語の世界に逃げ込んでしまう、自称物語症候群というヤバい病気にかかっている主人公の葉月ちゃん。1話は、さすがに作画も安定しており、物憂げな表情が可愛らしいですね。ただ、1話から突然の温泉会で、サービスシーンをふんだんに用意していたあたり、1話で視聴者の心をつかみ、後の作画崩壊には目をつむってもらおうという魂胆だったのかもしれません。というわけで、回を重ねるごとに、徐々に作画が崩れていき、9話が、まさかの放送延期となりました。2週間の期間を設け、作画クオリティを改善させるという延期についての素直な理由には好感が持てますが、2週間で、どれほどクオリティを改善できるのでしょうかね。そして、2週間が過ぎ、待望の9話が放送されるのですが、全然改善されてないじゃないですか。1話の葉月ちゃんと比べると、なんだか中国のパチモノのキャラクターみたいになっていますよ。その他のキャラクターたちも、どこかが必ず崩壊しているという総崩れ状態です。2週間は、一体何に費やしたのだろうか。というわけで、放送延期したにもかかわらず、持ち直すことのできなかったメルヘイメド編ですが、まさかの打ち切りとなってしまいました。アニメでも打ち切りってあるんですね。打ち切りアニメをまとめないと。はい、ちょっと長くなってしまいましたが、この作画崩壊がすごい、アニメ参戦でした。比較的、最近のアニメをご紹介したつもりですが、需要があればもっと遡って、作画崩壊アニメを探してみます。それにしても、昨今のアニメは本数増やしすぎではないですかね。こんな風に、作画崩壊や放送打ち切りなんていうのが頻繁に起こってしまうようであれば、業界全体が疲弊していって、いい作品ができなくなってしまうのではないでしょうか。2019年1月から放送される5等分の花嫁のクオリティがちゃんと維持されるか心配ですね。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。高評価やチャンネル登録、動画の感想や、このアニメの方は崩壊してるんだが、みたいなコメントなど、どしどしください。じゃあ、さよならバシルーラー。